皆さんこんにちは。週一なでしこカフェ始まりました。この番組はなでしこリーグ協力のもとお送りしています。 MC の森口香織です。よろしくお願いします。そして今日はですね、愛媛 FC レディース特集ということで、キャプテンの阿久根真奈選手となでしこジャパンでも活躍する上野真実選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今は愛媛 FC の事務所からですか？はい、そうです。実は準備段階からずっとあの打ち合わせなんかをしてたんですけども、どこが映りがいいかをいっぱいいろんなところをチャレンジしてもらってぐる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 回りながら、あの旗も後ろにここに貼ろうかそこに貼ろうかとかっていろいろチャレンジしてもらってました。よろしくお願いします。さあ、固まっちゃった？あ、本当だ、固まっちゃった。ゆうちゃんの音声オフになってる気がするな。私の表示でオフになって、あ、今入ってですか？あ、大丈夫ですか？大変、お二人、あ、よかった。お二人がちょっと固まっちゃったかな。戻ってきた、戻ってきました。戻ってきた、よかった、よかった。すいません、固まっちゃったり、そういうこともあります。あの、ちょっと遠いから。すいません。愛媛から今日はねお届けしていただいているので、はい、よかったよかった。あの今日すごいんですよ。11時37分からがっちゃんささみ大ファンさんがもう待ちわびてずっと待っていただいてましたね。ありがとうございます。始まりましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、1部リーグ第7節の、5試合をダイジェスト映像で振り返った後に、阿久根選手、上野選手に今シーズンの愛媛のチーム状況や一部リーグでの戦いぶり、そしてお二人のプライベートなどお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。それといろいろと音声トラブルがありましたが、はい、改めて頑張って元気よくいきますので、はい、よろしくお願いします。さあ、この番組はサッカーキングの YouTube ペリスコープで配信しています。ぜひチャンネル登録とフォロー、そしてグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。それでは週一なでしこカフェ開店です。試合って普段見てらっしゃるんですか？高校生ぐらいの頃はプレミアリーグとか好きです。よく見てます。Play with the, since the young age. Konnichiwa, c'est Kylian. À tous les amateurs de soccer king et à tous les japonais, je vous souhaite le meilleur. Arigato.さあ、まず特集に入る前に、8月29日土曜日、はい、30日日曜日に行われました、なでしこリーグ1部2部 第7節チャレンジリーグ第2節の結果をお伝えします。まずはなでしこリーグ1部の全試合をダイジェスト映像とともに振り返っていきましょう。どうぞどうぞ。まずは伊賀 FC 対セレッソ大阪栄レディースです。前半4分、クロスボールを安西由加が頭で落とすとゴール前に走り込んだ杉田選手のシュート、伊賀が先制します。続いて30分、セレッソはボールを奪った北村七海がすぐさま前線パス、浜野舞香が流し込んで同点に。前半からこの試合結構試合得点が動きます。その後36分、サイドチェンジから館美優選手が決め、もう一度これです、逆転に成功。一人でもう一回打つっていう、さすが執念の粘りのゴールですね。そして88分です、伊賀ロングボールからの落としに最後は杉田が確実に決め追いつきます。いい落としですね。ということでこの試合2対2の引き分けということになりました。続いてアイナック神戸対愛媛レディースです。まず18分、アイナック鮮やかなパスワークから最後は田中美奈選手が押し込み、田中美奈選手は移籍後のホーム初ゴールということになりますね。
42分、今度はロングパスに抜け出した岩渕真奈選手が横パスを選択。これ優しいパスですよね。レフリーの決めてくださいのボールですね。強化舞選手がワンタッチシュートを決めました。続いて66分、岩渕のパスから田中、この日の2点目。74分、神戸の勢い止まりません。中島恵美選手がミドルシュートでネットを揺らします。83分、最後は田中選手が松谷理香選手との連携から決めてハットトリックを達成。落ち着いてる。落ち着いてますね。ということで5対0でアイナック神戸の勝利となりました。続いては浦和対新潟の試合です。43分、コーナーキックからの流れで菅澤優香選手が右足シュートを決め先制。かっこいい見事ですね。新潟も素早い攻撃でチャンスメイク。しかしこの風花選手のシュートはゴールキーパーのセーブにあって、残念ながらゴールとはなりません。アディショナルタイムです。清家貴子選手のクロスを菅澤選手が頭で合わせて追加点。これは通算100ゴール目になるんですよね。菅澤選手、そうですね、これが100ゴール目。68分、新潟、この選手のパスを受けた滝川優芽選手が左足を振り抜き強烈なミドルシュートを突き刺します。ですが反撃も1点だけということになりまして、浦和対新潟2対1で浦和が勝利しました。続いて日テレ対マイナビの試合です。前半8分、日テレ長谷川優衣選手のスルーパスに抜け出した小林理香子選手が決めて先制。61分、ゴール前で競り合うボールを拾った木下桃香選手がそのままシュートに持ち込み追加点を奪います。82分、ショートカウンターから最後は宮澤ひなた選手が右足シュートでネットを揺らします。だんだんとベレザの勢いが止まらなくなってきましたが、85分、ゴール前を固められている中で長谷川選手がループシュートを選択。美しい。これがゴールキーパーの頭上を越えて見事ゴール。冷静に見てますよね。90分です。マイナビ、マイヤ美穂選手のクロスに走り込んだ佐藤瑞佳選手が合わせて1点を返しますが、ここでタイムアップ。4対1でベレーザが勝利しました。最後はジェフ対野島の試合です。まずジェフの攻撃です。右からのクロスに岸川夏希選手が頭で合わせましたが枠の外。51分、鴨川美穂選手のローブフィードに抜け出した大滝亜美選手がボールをうまく集めていますので右足シュート、これが決まります。61分、野島、松原有沙選手のシュートはゴールキーパーの前にワンバウンドしてゴールネットに吸い込まれて、これで同点に追いつきます。69分、野島のフリーキックの流れから平田光選手がシュート、最後は桜本直子選手に当たってゴールイン、逆転に成功します。このまま試合は終了。ジェフ対野島は1対2で野島の勝利となりました。はい、改めて試合結果を振り返っていきます。はい、この浦和のさっき菅澤選手100ゴール決めたんですけど、出場が199試合出場で100ゴールっていうことってすごい決定率なんですよね。だいたい2試合に1点は決めてる計算になるぐらいの、もうハイペースでの100ゴール、すごいですよね。すごいですね。アイナックとの試合は途中で雷と大雨で中断しましたよね。なんか閉めましたよね。閉めました。あれやってて、そう、あのノエスタが途中で試合中閉めるとめったにないみたいなんですけど、私ずっと中継見てて、だんだんと閉まってって、もう土砂降りがこう光の線みたいになってて神々しい様子で
全部閉まった後観客から拍手まで起きてたみたいですけどお二人どうでした？あの雨で一時中断っていうのはちょっと集中力を保ちにくいと思いますけど。そうですね、あんまりない経験だったので、まあでもあの屋根が閉まったのには感激しましたやっぱりやっぱりあのアイナスの社長がアップしてたんですけど、試合終わった後に愛媛の選手たちが綺麗に片付けた後にホワイトボードに素敵なスタジアム用意してくださりありがとうございましたってメッセージを書いてるのが SNS に上がってたんですけど、すごく感動しました高いないい子たちだなと思っていつも書いていくんですか、そういうのって？いや、たまたま。そうですね、おそらくあの時は、はいでもノエスタでね、試合できるっていうのもなかなかないですもんね、うん、本当に貴重な経験させていただきました、うんうん、やっぱりアイナックはどうでした？対戦してみて強かったですか？はい、まあ、結果0対5っていうことで、うん、やはり力の差を感じさせられたというか、まあ、結果としてやっぱり悔しい対戦になりました。でもチャンスもありましたし、あの最初の対戦の時なんかもっとこうなんか愛媛のすごく良さも出せたし、だんだんとこうやっていくうちに分かってきますよね。そう、第2節あれはすごくいい試合だったなっていう風に感じるんですけど、うんうん、まあそうですね、まあでもやっぱりに2回目っていうことで私たちの分析もアイナックさんもおそらくしてただろうし、その中でやっぱり自分たちの力を出せなかったっていうのは本当に今の実力かなと思います。では改めて、はい、一部第7節の結果と順位表を見ていきましょう。はい、こういう結果になりました、はい、レッツが引き続き1位なんですけど、はい、ベレーザがね、どこ選手が右膝の前十字と半月板の損傷で全治8ヶ月、はい、あと清水梨沙選手もね鎖骨骨折ということで、うん、主力2人が抜けていますが、はい、それでも4対1の勝利ということで、うん、やっぱり層があっていうのが分かりますよね。最終ラインの2枚が急に抜けてしまった状態の中でも、うん、まあ、1点は失点しましたけど、まあ、ディフェンスも崩れることなくっていうので、やっぱり層の厚さを感じますよね。そうですね、うん、また大量得点ですからね、本当この得失点差が後々にどんどん響いてくるかなというのもありますけれども、うんはい、では続いてなでしこリーグ2部第7節の結果と順位表をご覧いただきましょう。はい、はい、2部はご覧のようになっています。播磨アルビオン、また0対5で、うん、大勝利ですね、大量得点、うん、ダチフレも勝って、そしてスフィーダも勝ってということで、はい、順位は上位は動かずということですね。あの混戦ですね、混戦ですね、本当に一つ買うと、うん、勝つと入れ替わるような、はい、そんな順位、うん、そんな得点勝ち点差になってますね。はい、それではチャレンジリーグ、はい、はい、イーストの第2節の結果と順位表です。イーストは、はい、あ、チャレンジリーグは先週から、ね、開幕してこれが2節目ということになります、ね、はい、まだ2節ですね、はい、そしてウエストの第2節の結果と順位表になります。スペランツァ 2連勝、アンジュビオレ広島も2連勝ということですね、うん、はい、はい、ということで以上一部二部リーグ第7節とチャレンジリーグ第2節の振り返りをお届けしました。ではここで一旦コマーシャルです。はい、なんかコメントで書いてあげた方がいいかも。今日は不調だね。不調だね。
12月いな、うん、トスでやるんやアンカーズ。あ、声は聞こえるということで、声は聞こえていますか。すみません、今機材トラブル中で申し訳ありません、お待ちください。急いそごえ。声、心の綺麗さが試されているのかという特ペンニャロさんのコメントがありますが、心の綺麗な人だけ見える状態になってます。ごめんなさい。女子トークを、そっかそっか、声だけ聞こえてるんだね。イケメンが映ってる。あ、七重さんにはイケメンが見えているらしい。ああ。すごい、みんな、みんな心、あ、見えた。戻ってきた。戻ってきましたよ。じゃあ、コマーシャルを流したつもりで、次のコーナーに行っても良いですか。はい。はーい。転換中です。ただいま。戻りました。戻りました。すみません。お待たせしました。すみません。びっくりしました。失礼いたしました。ゆうちゃんが急にいなくなるし、急に画面も真っ暗になるし。無事に戻れるし。私はいろいろびっくりしました。皆さん、皆さんのコメントが面白すぎて、この間に心の綺麗な人だけ見える映像だとか。ね、なんかイケメンが見えてる人も。あと八幡らしみのさんはラジオに変更になったとかさ。愛媛の前向き。いや本当にね、視聴者の皆さんがとても温かいんですよ。ね、ありがとうございます。本当にありがとうございます。じゃあ改めて、はい、では CM が流れたということで、ここからは愛媛 FC レディース特集ということで、ゲストのお二人にですね、いろんなお話を聞いていきたいと思いますが、改めてプロフィールご紹介します。まずは阿久根選手です。1993年12月15日生まれ、鹿児島県のご出身で、ポジションはフォワード。中学高校時代は名門鹿児島の神村学園の女子サッカー部に所属。2012年に IPU 環太平洋大学短期大学部に入学。愛媛 FC リリースの選手としてもプレー。2017年からはキャプテンとしてチームを牽引しています。もう素晴らしい笑顔ですよね、この写真。満面の100点満点ですよ。100点満点。このあの写真でこんな口開けて笑ってる人なかなかいないです。ありがとうございます。しかも今も画面の向こうで同じ笑顔を見せてくれてるので、同じ顔で笑顔になってくださってます。で続いてですね、上野真美選手ご紹介します。1996年9月27日生まれ、熊本県のご出身で、ポジションはフォワード。阿久根選手と同じく神村学園中学高校 IPU 環太平洋大学短期大学部でプレー。2015年から愛媛 FC レディースに所属し、昨シーズンは2部リーグの MVP に選出されました。2016FIFA U20 女子ワールドカップで日本は3位だったんですけれども、5ゴールを挙げて得点王を獲得。2017年にはなでしこジャパンに初招集されています。はい、ということでお二人にもいろいろ伺っていますが、はい、まずちょっとあの 前段階というか補足情報で、愛媛 FC レディースは環太平洋大学短期大学部の OB とか在学生を中心に結成してますから、大学サッカー部と愛媛 FC と両方で兼務してプレーができるっていうことなんですよね。そうです。そういうことなんですね。はい、ではちょっとどっかのタイミングでこう言われるんですか、愛媛 FC で。あ、しましょうみたいな。あ、もう基本、ですね、週の半分ぐらいは大学生と社会人と別々で、残り半分はもう一緒にみたいな感じで。一緒に。はい。そうなんですね。
ではでは、いろいろ気になるところがあるんですけども、まずお二人のサッカーを始めたきっかけから聞いていきたいと思います。では、アクネ選手から。サッカーを始めたきっかけって、どんなきっかけでしたか？は、兄がサッカーした影響ですね。はい、何歳ぐらいの時？小学校2年生から始めました。最初はその、じゃあお兄ちゃんと同じ男の子に混ざってやる感じだったんですか？そうです、少年団に入ってやってました。いつぐらいからこう女子で本格的にとかって考えましたか？神村学園の中学校に入ったタイミングでもう女子サッカー部の中でやってたので、うん、そうですね、はい。では上野選手はいつどういったきっかけで？はい、自分も兄の影響で4歳5歳ぐらいからやってます。早い。何かきっかけ、そのお兄ちゃんからきっかけで始めるときにどうしてこう一緒にやろうと思ったんですか？その兄のこうサッカーしている姿を見て、なんか自分もやりたいって思ったのが多分きっかけです。お兄ちゃんと何歳ぐらい離れてるんですか？あと2つ上です。あ、結構近いんですね。はい。その姿を見てやってみたいなって。はい。始めてすぐ楽しいって思いました？やっぱりなんかボール蹴る楽しさとか、うん、やっぱりゴールを決める楽しさっていうのが多分最初あったんで、まあこう今までもそれがあると思うんで続けてこられたと思います。割とこう早い段階からサッカーにこうのめりお二人とものめり込んで続けていこうっていう意思があったんですね。はい。どうしました？アクネ選手どうしました？ニコニコしてますけど。ニコニコ。なんもないです。大丈夫ですよ。お二人とも出身校神村学園ということなんですけど、もうその学生の時から交流はあったんですか？そうですね。3つ違うので、中学と、うん、同じ。被ることはなかったんですけど、中学と高校とかで一緒に練習することもあったりしたので、うん、交流はありましたね、その時から。3つ下でも、うわ、上野選手、うまい子いるな、みたいな感じのはありました？まあ、思いたくなかったけど、思ってましたね。やっぱり、当時からそうだったんですね。うん、うん、上手でした。中学校の時から。抜けてましたね。神村で抜けてるっても相当ですよね。うん、そうですね。確かに。逆にこう上野選手から見て、こう高校生だった菊選手とかでいかがでしたか？まあ、なんだろう、自分で中学生からしては、うん、まあ、高校生の存在っていうのはすごく大きくて、まあ、特にマナさんとかやっぱりキャプテンもしていて、一緒にこう練習とか試合に出ることもあったので、まあ、やっぱりこう憧れる存在っていうのはありましたね。すごいニコニコ笑っちゃってますけど。ちょっと嘘言ってるなと思って。マスカ後輩うまいな。そうですね、上手に先輩を持ち上げてよいしょして。でも学生の時からこう先輩後輩の関係で今もこうチームメイトじゃないですか。こう上下関係ってどのくらいからこうだんだん薄れていくんですか？ああ、もうなんか、はい、もう今先輩って思われてんのかなってぐらいですよね。部活の時って結構厳しいですもんね、上下関係。そうですね、やっぱり中高の時はそうですね、厳しかったですね。だんだんと薄れてきて。うん、だんだんと薄れてきて、そろそろ多分パシリぐらいにされるかな。上野選手、こうどのくらいからこうちょっと歩み寄れるかなみたいなのって感じたんですか？すいません、もう一回。あ、どのくらいのこう年代からアクネ選手にこう歩み寄れるなみたいな、ありますか？でもまあ愛媛に来る前から、まあ、連絡もらってて、うん、まあ
そんなに気を使わなくていいよっていうメールもいただいたので、じゃあと、うん、お二人がその上村から愛媛 FC レディースに行こうって思ったきっかけは何かあったんですか？私は愛媛の今最古参の山城10番の山城選手がいるんですけど、うん、はい、がその大学に所属してたんで、その関係もあって、うん、愛媛に行こうって思いました、うんうんうん、上野選手は同じような感じで誘われてですか？まあ、愛媛とこう練習試合とかをすることもあって、まあ、その愛媛のサッカーに魅力を感じたっていうのもありますし、うん、やはりこう憧れる先輩方がこういたので、まあ、それを追いかけてきました。はい、優等生の答え。上野選手が話すと渡辺選手がめっちゃニヤニヤするんですよ。でその愛媛一筋でプレーしてきたお二人が、まあ、今シーズン一部昇格ということで、まあ、昨シーズンのその一部に上がる瞬間ってどんな気持ちでした？そうですね、やっぱり長くいさせていただいている分、こういろんな人の先輩方スタッフ含めこう本当にいろんな人の顔が浮かんで、まあ本当にそこずっと目指してたところだったので、うん、もうサッカーしてて一番嬉しかったですね。へー、その前の年と昇格した、まあ、去年ですね2019年ってこうチームの中で何が違ったとかってありますか？そうですね、やっぱその昇格する前の年に前半戦まではすごく勢いに乗れた状態で行けてたんですけれども、うん、後半失速してしまって、まあ、そこで本当に私自身もそうですけれども、多分みんなもうこんな思いしたくないなっていうぐらい悔しい思いはしてたので、そこの本当にその悔しさが次の年につながったかなっていうような、うん、感じはありますね。このサッカーキングでも取材に行かせていただいたんですけど、昇格するあの試合にもうサポーターの方がとにかく嬉しそうにされてるのも印象的だったんですけど、あの時の雰囲気ってどうでした？スタジアムの。はい、まあ、優勝した瞬間の、皆さんのこう喜んでいる姿っていう、まあ、あの景色をこう今でもこう忘れませんし、まあ、自分たちがこう今まで、積み上げてきたものが結果として優勝というところにつながったんで、まあ、とても嬉しかったです。ではその勢いを引っ提げてですね、今シーズンを迎えたわけですけれども、ではまず今シーズンの成績、これまでの試合結果ご覧いただきましょうか。はい、こちらです。まず開幕戦がね、セレッソと昇格同士の戦いということになりましたけれども、さっきちょっと私たちが話題にした第2節のアイナックとの試合、はい、試合結果こそ0対1の敗戦ですけども、うん、なんかこう愛媛の粘りがすごかったなっていう印象があったんですけれども、この試合で心つかまれたサッカーファンがめちゃくちゃいたんですよね。つかまれましたね、うん、愛媛がいいサッカーするって言って、この試合はこうやっていてこう手応えとかってありましたか？そうですね、まあ、本当に最小失点に抑えれたっていう部分は、まあ、チームとしても良かったかなってとは思いますけれども、まあ、やっぱボールを保持しながら、ゴールに向かうっていうところは全然できてなかったので、私たちからしてはやっぱりちょっと反省で残る試合だったなとは思います。なんかもう本当にこう FC のイメージって対戦相手がどこであってもこう自分たちのやることを常に徹底して最後まで粘り強く戦い続けるっていうイメージなんですけど、こうチームの中での共有事項とかって何かあるんですか？まあ、そうですね、今本当におっしゃられた通り、そこはどこに対しても、チームとしてやっていこうっていうのは本当に、常に共通理解を持ってやってるところなんで、そこは相手どうこうというよりはもう自分たちがやるべきことをやろうっていうのは毎試合本当に共有できてます。そして第3節
愛媛FC久野市三重で、初勝利、一部初勝利となりまして、この試合はちょっと後で後ほど振り返っていこうと思いますけれども、今アイナック戦までですか、7節終わってですけど、こう手応えで通して掴んだ手応えと課題っていうのはどういうふうに見てますか？手応えとしては、まあ攻撃の部分においてはやっぱりこう通用する部分もあったりして、まあ、野島戦の得点シーンなんかもそうですけど、まあ、自分たちがこう今までやってきたことがこうできたかなっていうふうには感じていますし、やっぱり課題としてはその勝利にこだわるっていう部分でやっぱり結果が出てない部分があるので、そこはやっぱり課題かなっていうふうに思ってます。まあ、チャレンジャーですから、こうどのチームとも初対戦という形になると思いますけど、こう2周目になってくるとなんとなくその慣れてきたというか、チームの相手の特徴もつかんできたなというのもありますか？そうですね、まあ自分たちがこうやってきた部分で、まず分析もこうやっぱりされるんですけど、やっぱりそこをまたさらにこう上を行かないといけないので、そういったところのこう課題とかだったりっていうのをやっぱり一試合一試合こう感じながらやっています。ゆうちゃんがまたいなくなっちゃったあ、戻ってきたそしてちょっとポジションが入れ替わっちゃいましたけど、はい、じゃあここで一旦ですけど、FC レディースになっちゃったどうしようかな。じゃあ試合を見ながら調整しますか？はい、どうするこのまま行っちゃっていいですか？一旦このままでは、じゃあ一旦このまま行きますか。はい、はい、ということで、はい、ピックアップマッチということでホームでの初の有観客試合で2対1で今季白星を飾った8月2日の第3節伊賀FC戦を振り返っていきます。ではハイライト映像どうぞ。この試合は愛媛県総合運動公園球技場で行われました。はい、11分ですね。伊賀佐久間小鳥選手のコーナーキックに道が頭で合わせて伊賀が先制。道上選手の存在感ってすごいですよね、体も大きいし。そして23分、愛媛佐藤光選手からのパスを受けた西原瑞希選手がキープして中央の上野真美選手へ。上野選手のミドルは惜しくも枠外へ。これでもこれ相当手応えあったんじゃないですか？今あーみたいな顔されてますけど惜しいシーン。で27分です。中央の上野が右サイドへ展開、相手ディフェンダーのクリアのこぼれ球をアクネマナがダイレクトボレーで合わせて、ここで1対1、拍手してます2人とも。かっこいいですね、ダイレクト。ないよね。どうでした？気持ちよかったですか？いや、あんまりちょっと信じられなかったですよね。どういうことですか？あ、入ったみたいな。そして39分です。愛媛の左サイド、佐藤選手からのクロスに西原選手が足を伸ばすも、ゴールはゴール、右へ。44分、佐久間選手、伊賀佐久間選手のフリーキックをゴールキーパー吉原選手がキャッチ。ヒヤッとしましたね。そして79分です。愛媛上野選手のロングパスに抜け出した山口千尋選手が中、あ、違うな、ここだ、ここから後半ですね。79分、上野選手のロングパスに抜け出した山口千尋選手が中央へカットイン。そしてシュートは惜しくも枠の上。振り返っていろ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 言っと。そして86分です。途中出場の大谷歩美選手のクロスに中松かなみ選手が合わせて、少し。ナイス。いやいいですね。
これ来週ですね、タイミングバッチリ、うん、このままこのリードを守りきって試合終了ということで、2対1ホームでの初勝利、一部リーグでも初勝利ということになりました。この試合はですね210人観客の方入られてて、これなんか売り切れだったらしいですね。そうです、はい、すごい。でその前で勝ったっていうこの時 あの雰囲気っていかがでした？そうですね、これ有観客試合になって初めての試合だったので、はい、やっぱりあのお客さんが入る中での試合って、すごく幸せだなって感じましたね。サポーターの皆さんも喜ばれてました？うん、初勝利にもなったんで、一部での、すごく喜んでくださって本当に嬉しかったです。なんか声をかけられた言葉とかってありましたか、サポーターの皆さんから？ありました。まあ、でもなかなか今はこう接戦ないから、そんな直接は、ね、まあそうですね、連絡はたくさんいただいたんですけど、うん、そうですね、阿久根選手のスーパーゴールが今見てもちょっと信じられないって言ってましたけどあれはでも狙った形というか、はい、もちろん狙ったんですけど狙ったんですけども、あの練習でもやったことないんで試合で出てよかったです。あれ素晴らしかったですね。ちょっとあのチームにもなんか勇気づけるシュートというかね、そんな感じもしましたよね。まあそうですね、それまでちょっと流れあんまり良くなかったんで、まあ、あの前半で1点取れたというのは、追いつけたというのは本当良かったです。そしてあの相手からはシュート18本も受けながら、まあ、1失点に抑えられましたけど、そのディフェンスの守りのポイントってどうでしたか？どこだったと思いますか？まあ、守備陣がやっぱり最後まで粘り強く守ってくれた部分がやっぱり大きかったと思いますし、まあ、最後まで全員が集中切らさずにやりきれたっていうことがやっぱり大きかったかなというふうに思います。これで1勝してチームの雰囲気って変わりました？そうですね、やっぱり勝つと負けるとやっぱり雰囲気は違うと思いますし、まあ、そこでこう勢いに乗れたらいいかなっていうふうには思ったんですけど、まあ、そううまくいかないので、まあ、それがサッカーだなっていうふうには感じてます。愛媛監督からはどういった言葉をかけられましたか？覚えてません。ちょっと前の話ですもんね。ちょっと前なんで覚えてません。赤井監督泣いちゃう。赤井監督すいません。監督からしますね、こう言われてることってどういうことなんですか？その普段から言われてるチームのポリシーというか、うん、そうですね、まあ本当に一人一人が上手くなる、でそしてやっぱそれがチーム の力になるっていうのは本当に毎試合後もそうですけれども、まあ、練習でも言われているところなんで、まあ、本当にそれをずっと継続し続けることが大事だなっていうふうには思ってます。愛媛の愛媛らしさってどんなところだと思います？まあ上野はなでしこジャパンに選出されたりもしますけれども、本当に一人一人にそんなに能力が高いわけではないので、チームとして戦うっていう部分は本当に大事にしている部分かなっていうふうには思います。だからこそなんかサポーターが応援したくなるチームっていうことにもつながるんですかね。うん。はい、聞いていいか分からないですけど、はい、ありがとうございます。なんか一生懸命さが伝わってくるっていう。うん、ぜひ見てほしいポイントってどういうところですか？試合を見る中で愛媛の試合を見るときに注目してほしいところって、まあ、自分たちはボールを大事にしながら、まあ、ボールを保持しながらこう相手ゴールを奪いに行くっていうところがやはり、まあ、自分たちの強みだと思っていますし、まあ、こう試合を通してこう何か感じてもらえるような魅力のあるサッカーをしていけたらいいかなというふうに思ってます。
浦和戦ではもう500人を超すお客さんも来てくださったりして、どんどんやっぱりその地元が盛り上がってるなっていう感じもなんか伝わってきてますか、選手たちにも。そうですね、本当にこう取り上げていただく回数も増えてきましたし、まあ、本当に少しずつこう盛り上げてこれてるのかなっていう感じはしますね。四国初のなでしこリーグのチームってことですもんね。そうですね。じゃあちょっと今人数制限が、ね、ありますから、なかなかどっと押し寄せるわけにはいかないですけど、なんかたくさんの方にね、試合見てほしいですよね。そうですね、やっぱり、愛媛や四国で、ね、サッカーやってる女の子たちにこう、夢や希望を与えられるような試合を愛媛でできたらいいなというふうに思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。前半戦のピックアップマッチお届けしました。ではここからはですね、ガラッ と話題を変えまして、私のプライベートということでオフの日の過ごし方や最近ハマっているものについて聞いていきます。まず阿久根選手がハマっているもの、こちら。バルサ。お、はい、パソコンで、はい、リーガが好きなんですか。いや、まあ、J リーグの多分見る回数は多いんですけど、この辺はちょっとたまたま今なんかいろんな海外、大人の海外、大人の方も国内海外問わずサッカーを見ることが多いんですか。もう休みの日もサッカーという感じ、ちょっと違うなんか趣味があればいいんですけど、休みもサッカーって感じ。もう趣味もサッカー、ずっとずっと見てるんですね。生活の一部ですね。うん、もう本当にあんまり嫌なんですけど、そうですいいことですよ。好きな選手とかいるんですか。いや、でも大迫選手、日本代表のが、同じチームでちっちゃい時やってたんで、へー、なのでずっと、そうなんですね、はい、ずっと応援します。半端ない大迫優也選手、一緒にちっちゃい頃っていつぐらいですか。小学校の時ですね、少年団同じチームで、練習がない日もよく公園で一緒にサッカーやらせてもらってたんで、へー、はい、その時から半端なかったですか。何ですか、すみません。その時から半端なかったです。あ、その時から超半端なかったです無理やり言わせるっていうすいません上野選手がハマっているもの、はい、写真送っていただきました。あ、もう一枚、こちらはサッカーゲーム、フィーバー。家でやってるんですか。ゲームしかしてないですね。あ、ゲームが好きなんですね。ゲーム大好きです。じゃあこのフィーバーに限らずいろんなジャンルのゲームはされるんですか。あ、やります。携帯ゲームもやりますし、うん、いろんなゲームやってます。チームメイトと一緒にやったりとかってはあるんですか。あ、お家に来た時はマリオパーティーとかもやりますし。あサッカー選手がサッカーゲームやるとやっぱ強いんですか、はい、なんかそのセンスって関係あるんですか。いや、でも自分は負けたくないのでそこでは負けず嫌いがちゃんと出るんですね。出ちゃいますね、負けん気があとちゃんとフィガも気になるんですけど、下に置いてあるものが可愛いなと思って。エンジンのマスコットもちゃんといるじゃないですかはいはい、ミオカンタ可愛いですね可愛いからのあっちに、あっちサイドにいるのはシーサー。あ、そうですか。本当だ、かわいい。あ、寄った。右。寄ってくれた。いっぱいいる。4匹いますね、シーサーが。あ、固まっちゃったかな。固まっちゃったかな。なかなか。すごい、コメントで、さりげないマスコットアピール大事ってきて。本当ですよね。愛媛ね、ちゃんと、本当、愛媛カラーがカメラのところに。一平君もいるしね。うん、でも一平くんは今のところ一応非公式は非公式なんですよね。そうなんですよ。
めちゃくちゃ出てるけど。息が激しいからね。私、この伊予カンタ君大好きなんですよね。女の子もいるよね。女の子います。真ん中がオーレ君ですね。伊予カンタ君は一番、象側にいる。怖い顔してるのが、可愛いんですよ。固まっちゃったけど、固まっちゃったかな？今ちょっと固まってしまって、ちょっとね、はい、ずっと FIFA を見ていただくっていう映像になってるんですけど。私ね、はい、ちょっとだけやってみたんですよ、はい、このサッカーゲーム、うん。全然できなくって。やったことある？でも、あります。私、サッカーやってたんですけど、サッカーゲーム めちゃくちゃ下手くそですよ。全然できないよね。うん、もう、イライラしちゃって、もうすぐやめちゃいました。なんか、どこ蹴っちゃうのみたいな。なんか、ボールがすぐどっか行っちゃうみたいな。もう蹴ってくれない。もう、自分でやりたいぐらいの感じで。なんか、その場でくるくるしたりとか、もう全然できないんですよ。いや今すごいです私本当にもうねサッカーゲームに限らずゲーム自体がもうめちゃくちゃ下手なんで、何もできないんですよ。あの FIFA とあのウィーレもあるじゃないですか。ありますね。でね今 e スポーツですごい世界中で盛り上がってるから、はい、これはできるようになったら楽しいんだろうなって思うんですけど、うん、できないんだよな。いや本当に今のってゲームの映像のクオリティめちゃくちゃ高いから、それこそウィーレのイベントとかでお話あの MC とかさせてもらうときとか、本当にサッカーの試合を見ながら実況してる感覚になるんですよ。すごいよね。しかも上手い人たちがやると試合展開めちゃくちゃ面白くて、すごい本当に羨ましいなって思うんですけど、はい、はい、今ちょっとずっと私たちの二人しゃべりになってしまってるんですけど、もう少々ちょっと、はい、ちょっとね、私たちに、はい、落ちてしまいました。回線の関係かな、うん、ちょっと落ちてしまったみたいなので、ちょっと私たちとお話ししてください。でもEU 代表も日本代表がもういるじゃないですか、うん、はい、そうですね。本当にすごいもんね。いや本当にすごい、びっくりしますよ。なんか私ウィーレでファジアノのチーム、あ、ファジアノ岡山を自分のスペインのチームにやってるんですけど、うん、まだ選手が全然集まってなくて、ファジアノ岡山のユニフォーム着てるのに全員外国人なんですよ、選手が。なんかもうどうしていいのか分かんなくて。これはどうしたらいい。あ、戻ってきた。すみません。よかった。すみません、ずっとサッカーゲームの話してました。あ、すみません、申し訳ないです。よかったです、よかったです。よかった、よかった。おかえりなさい。おかえりなさい。ずっとゲームの話してました。じゃあ、2人とも休みの日にあんまり出かけるとかそういう感じではないんですか？インドア派、うん、ね。そうですね。それがリフレッシュ方法。うん、そうですね。リフレッシュね。チームのみんなでなんかどっか行ったりするんですか？あ、まあ、でも今時期があれなので、あ、うん、うん、そんなに出かけることはあんまりないですね。まあでも、うん、それまでというか、去年とかはご飯にみんなで行ったりとかもしてましたけれども、なかなか今は。そうですよね。なんか、はい、愛媛のおすすめスポットとかありますか、お二人の。あ、おすすめスポット、もしこのコロナが落ち着いて愛媛の試合行った後とかに、あ、ここ行ってみてくださいよみたいな。あ、でも松山城はやっぱりいいです。あ、うん、松山城か、城好き多いですもんね。あ、松山城はいいですね。私も母が来た時に初めて行ったんですけど、はい、あ、いいなって、はい、あとはやっぱり道後温泉とか。あ、そうね、うん、道後温泉もでも、すいません。愛媛のことあんまり知らないので。知らないんですか？あ、そうなんです。あ、あまり出歩かないから。そっかそっか。そうです。でも道後温泉は、やっぱり週末とかは本当に、あそこら辺は人が多いです。なんで人気なんですよね。私、愛媛の男子の試合見に行って、帰りに道後温泉寄って帰るっていうのが結構定番のルートですか。お、あ、満喫してますね。いいですよね。満喫、大満喫。そっか、今はなかなかね、お出かけ、そうですよね。本当ぜひ、愛媛めちゃくちゃいいところだから、うん、ちょっと遠征で見に行って一泊して温泉入って帰ってほしいなって思いますよね。うん、うん、ぜひお越しください。
ね、なぜそんなに押すかというと、私おばあちゃんが愛媛にいまして、あ、言われてましたよね、あの横山の会の時に。あ、そうそうそう、宇和島にお方にいるんですよ見てもらってて愛媛好きなので推しですね、はい、かなり落ち着いたら皆さんも遊びに行ってみてくださいぜひお越しください。 あとね、情報が来ましたよ。寺下さん、あ、寺下さん、あの愛媛市のバンキシャの寺下さん、あ、はい、寺下さんがコメントで、下灘駅からの夕日をカップルでぜひって。下、読み方合ってるかな、下灘駅。あ、合ってます。あそこもいいところです。夕日をカップルでぜひですって。うん、なんかすごいおしゃれな提案してきますね、うん、そんなに大きなところなんだ、はい、行ったことないんですけど私はじゃあちょ、コロナ落ち着いたら私たちみんなで、カップルじゃないけど私たちみんなで見に行きますか。そうしましょう、夕日を初めての夕日を、うん、どうしましょう。アクネ選手8年も愛媛にいるのに意外とどこにも行ってないですねいや行ってるんですけど行ってるんだまだ知らないところが多い、うん、そう、おすすめと言われたらなっていう、ちょっとこう、悩みますよねあ、いろいろありすぎてってことですよね。そうですセギパンさんもコロナ落ち着いたら四国行きたいなって書いてくれてますよ、うん、いや本当ぜひ行ってみたいですね、うん、お越しくださいじゃあ、ちょっと終わる前までにちょっとおすすめのスポットをもう一回考えていただいてやばい、はい宿題として発表して、特に上野選手かな確かに上野選手全然発言してないですからね今ゲームのところとの温度差がすごい今。そう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 。ちょっとゲームの時前の位になってたんですけど、今下がりましたからね。あ、そうですよね。ゲームの時は負けたくないんですよ。なんか一人だけマイクオフなのかなっていうぐらい。声が聞こえない。ぜひコロナが落ち着いたら上野選手と行く愛媛スポットっていう企画でも。素晴らしい。いいですし。特に愛媛の皆さんってすごいブログやってるじゃないですか、毎日更新するブログを皆さんでやってるので、ぜひ、ね、コロナが落ち着いたらまた上野選手のブログでの愛媛リポートを楽しみにしてますのでハードルが上がった。本日のブログ上野の番なのでしっかり書かせて、あ、そう、はい、よろしくお願いチェックしておきますので、はい、ありがとうございますということでですね、以上愛媛 FC レディース特集お送りしました。一旦コマーシャルです。どうぞ。こっち試合って普段見てらっしゃるんですか。高校生ぐらいの頃はプレミアリーグとか好きです、よく見てたんですけど。 I play with since the young age。こんにちは、c'est Kylian. À tous les amateurs de soccer king et à tous les japonais, je vous souhaite le meilleur. ありがとう。さて、あっという間にエンディングの時間となりました。なでしこニュース、ここで2つご紹介します。まず1つ目、もう皆さんご存知でしょう。リオンが女子チャンピオンズリーグ史上初の5連覇、熊谷咲選手が1ゴールということで、本当に素晴らしいことですよ、これは。いや、これはもうすごすぎませんか、ね、私、こんなすごいのに、全然史上波とかでも取り上げられないのが許せないぐらい、ものすごい快挙ですよ。すごいことですよ。うん、ね、5連覇ですしね、しかもその決勝戦で日本人がゴールしてるっていうのは、はい、めちゃめちゃすごいことですよ。チャンピオンズリーグですよ。もっともっと本当地上波で取り上げてほしいなって思うんですけどもね。はい、女子チャンピオンズリーグ決勝が8月30日に行われまして、熊谷選手所属のリオンとボルスブルクが対戦。熊谷選手左ボランチでフル出場、1対0でリードして迎えた44分、はい、ペナルティエリア手前からこぼれ球をダイレクトでミドルシュート、ゴール右隅に決まり2点差に。後半両チーム1点ずつ追加して3対1で試合終了。リオンは5連覇で7回目の女子チャンピオンズリーグ優勝を決めました。あ、シャムさんがまたダゾーンで見られますねって書いてくれて、うん、
今が見てない人は見てほしいですね。ねえ、あの、いやー、すごかった。感動。そして、熊谷選手のシュートがうまい。素晴らしい。本当に。すごいシュートでしたよね。落ち着いて決めますよね。うん、お二人は見ました？あの映像。見ました。どうでした？いや、やっぱりこの世界最高峰のリーグで、日本人選手が、ちょっと活躍、こう本当にすごいなって思いました。うん、ちょっとこの一言で片付けてたあれなんですけど、本当にもうすごい。いや本当でもその一言につきますよね。はい、すごいしか言えないというか。言葉にならないですよね。それ以上の言葉がない。うん。うん、こんな素晴らしい選手が日本にね、日本人の選手がこう世界で活躍してるっていうのはこうサッカーしてる側としてもこう。うん、前向きな気持ちになるというか、もっとやるぞっていう気持ちになりますよね。ねえ、本当女子サッカーの盛り上げのためにも、うん、ぜひこういうすごい快挙っていうのはいっぱい報道してほしいなって思っちゃいますよね。うんうん、はい。なでしこカフェではしっかりお伝えしていきますので毎週言いたいぐらいです。毎週毎週言いたいもう一つニュースがありました。ベガルタ仙台がマイナビ仙台レディースの経営権を譲渡ということで、9月1日発表されました株式会社ベガルタ仙台がマイナビベガルタ仙台レディースの経営権を株式会社マイナビに譲渡すると発表しました。仙台レディースはマイナビと2017年からタイトルパートナー契約を結んでいましたが、コロナ禍での大幅な減収などの理由から経営譲渡権を決断、経営権譲渡を決断。21年2月1日に譲渡予定で、 WE リーグへの参入に関する審査が滞りなく通過した場合、同日付でチーム名をマイナビ仙台レディースに変更すると発表しています。なお本拠地はそのまま仙台のまま続けるということで、うん、結構これはびっくりなニュースでしたけども、ね、びっくりしましたね。結構急なこうリリースだったので、うん、ちょっとびっくりはしたんですけど、もともとね、この前ベガルタ仙台レディースも、もともとその東北で活動してたマリーゼ。で、その前が YKK フラッパーですね。はい、からこう続いて、このマリーゼが、ね、東日本大震災でちょっとこう苦しくなった時に、こう手を挙げてくれたので、東北にこうチームを留めてくれたっていうのがベガルタ仙台だったので、まあその感謝は、ね、引き続き。で、まだこの後もずっと仙台では活動できるってことなので、うん、はい。期待はしてます。ね、なかなかやっぱしあの J リーグのチームもコロナ禍でいろいろその収益が難しくなっているところもありますけれども、うん、やっぱり私たちにできることってもう応援することしかないから、うん、あの見に行ったりとかグッズ買ったりとかなんかそういうことで応援できたらなって思いますよね、うん、はい、はい、ということでなでしこニュースお届けしました。では続いてなでしこリーグ1部2部チャレンジリーグ次節の対戦カードお願いします。はい、まず一部です。はい。次はベレーザですね。はい、9月5日土曜日。これはホームゲームだし、ちょっとたくさん見てもらうチャンスということで、うん、この後ね、あの、どんなイベントがあるかというのをお届けしようと思いますので。はい。それからマイナビ対伊賀、野島対浦和レッズ、アルビ対アイナック。それがセレッソ対ジェフということになっています。実況付きはですね、野島対浦和、それから新潟対アイナックですね、これが実況付きの試合ということになりますが、はい、ベレーザ戦はどうですか、意気込みとしては。うん、そうですね、まあ、本当に強豪相手ですけれども、まあ、楽しみな気持ちのが大きいですね、はい、上野選手は同じく、楽しみな部分もあります。もちっちゃい声で持って何って突っ込んでました先輩からのいい突っ込みがありました。先輩がうまくまとめてくれるから上野先生、私も食べるんかみたいな感じのそんなところもあったりしてでも見る方も楽しみな試合になるでしょうね、うん、きっと。そうですね、はい、ちょっと情報は後ほどお届けするとして、はい、じゃあ、あの2部リーグの第8節のカードください、はい、
お、ハリマとチフレの上位対決が対決ですね。ありますね。はい。こういったカードになっています。はい。あ、ベントスはナックファイブでやるんですね。おお。いい場所で。うん。じゃあ続いてチャレンジリーグイーストウエストの第3節の対戦カードご覧いただきましょう。上がイースト、はい、下が、あ、両方とも、あ、両方ともイーストか。あ、これはイーストですね。イーストですね。下が次節のカードですね。はい。次節のカードになってます。はい。で続いてウエスト。はい。下半分が次節のカードになってます。はい、そしてここからですね、姫 FC レディースからの告知となります。今週末9月5日土曜日にエンジニアスタジアムで日テレ東京ヴェルディベレーザと対戦します。はい、マッチスポンサーは明治安田生命松山支社で、さまざまな来場者特典が用意されています。まず先着500名様に暑い季節の試合観戦にとっても嬉しい瞬間冷却パックをプレゼント。やったー、一気に冷たくなるやつですね。これは熱中症対策にありがたいですこの写真、このアップはいるのかどうか、いりますかこれ大体わかるでしょみんな、はい、待ってこれでもありがたいですね。今ありがたい、ありがたい。キックオフが3時半、15時半なので、まだまだちょっと暑い時間帯なので、こういったプレゼント嬉しいです。そして愛媛 FC グッズが当たる抽選キャンペーンのチラシを当日配布します。はい、このプレゼント景品がですね、すごく豪華でして、まず2020年のレディースオーセンティックユニフォーム、そしてハローキティコラボトートバッグ、タオルマフラー、明治安田生命愛媛 FC の、ボールペン、おこれが抽選で当たるということで、まずユニフォームってすごいですよね。ユニフォーム嬉しい。そう、しかもオーセンティック、これが当たる、そのチラシがもらえるので、それで応募するってことかな、うん、はい。このさまざまなキャンペーンが行われる今週末の試合に、もう一度改めてお二人から意気込みいただきたいと思います。どっちからいいですか。ウェムさんからいただきますじゃあウェム選手から、はい。まあ厳しい状況が続いていますけど、やっぱりこう一試合一試合勝利に向かって、チーム全員で頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。ではキャプテン締めてください。はい、はい。まあ先ほどの話の中でもありましたけれども、まあどの相手に対しても私たちやるべきことは変わらないので、まあ本当にチャレンジャー精神を持って、どの相手に対してもそれをやり続けて、自分たちのスタイルっていうのを貫いていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。次はニンスタだから、はい、キャパもちょっと大きめですからね、うん、お客さんもたくさん入れると思いますから、ぜひ生で試合を観戦していただきたいと思いますし、やっぱりまあこういう言い方をするとあれなんですけど、ベレーザって日本代表選手も多いじゃないですか。だからそういう意味で代表選手を生で見られるチャンスってなかなかないので、うん、そういう意味でも皆さんにぜひ見に来ていただいて、そんな中で愛媛がどんな試合をするのかっていうのをね、応援していただきたいなと思いますね。はい、はい、ぜひ、はい、上野さんもいるので来てください上野さんもいるのでってどういうこと代表選手ですからね。そうです。ぜひぜひもう熱い応援をお願いします。はい、はい、本当に愛媛の試合は見ててこう熱くなる、胸が熱くなるこう試合が本当に見れるので、ぜひ視聴者の皆さん、まだ見たことないよって方はぜひ今週末愛媛の試合を見てください。そして来週はですね、我らが西達彦さんと一部リーグの前半戦の振り返りなどの統括を、そう、統括をお届けしたいと思いますので、皆さんこちらも、はい、楽しみにしてください。
次が8節で9節がちょっとあの時期が空いてしまうので、はい、8節終わって一旦ちょっと前半が一回りということになるんですよね、はい、ということで一部リーグ前半戦総括また来週もぜひご覧いただきたいと思います。ちょっといろいろトラブルがありまして今日はあの、はい、ざわざわしましたがオーバーしました、はいはい、最後までご覧いただいてありがとうございます。ありがとうございました。今日のご出演は阿久根真奈選手と上野真美選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでのお相手森口香織と長谷川優でした。また来週です。ありがとうございます。